Utapass's original radio station. You're listening to Backstage Cafe.皆さんこんにちは、ハライキステージエースの牧野真凛です。ハライキステージエースの田谷奈々子です。バックステージカフェ、平日この時間はミュージックマルシェ、個性豊かなアーティストやクリエイターなどが様々な音楽を紹介するプログラムです。毎週月曜日はアイドルマルシェ、週替わりで注目のアイドルが登場します。いつもはひなと真凛の原宿駅前カフェですが、はい、今日は真凛と奈々子の原宿駅前カフェ特別オープンでーす。チャラ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 、いらっしゃいませさあということで、はい、今日はたやちゃんがね、はい、いつもはひなちゃんがパーソナリティやってるんですけど、代わりでたやななこちゃんが来ています。たやななこちゃんが来てます。じゃあ自己紹介、はい、ささっとお願いしてもいいですか。はい、たやななこです。19歳です。よろしくお願いします。19歳です。もうさらっとでしたね。ありがとうございます。ひなちゃんと同い年で、はい、同い年です、ね、なんか情報によりますと、はい、年末のねこのラジオでね、うん、ひなとやりたいことリストっていうのを書いたんだけど、うん、そこでね、ひなちゃんがまりんちゃんとアナ雪見に行きたいって言ってたのに、はい、私ではなく隣にいるたやちゃんが見に行ったっていう話を聞きましてですね、はい、そこの方はなんか知ってましたか、たや的には。まあ、行ったことは事実です。行ったことはね、行ったことはそうです。でもこれは私が悪いんです。私がひなにアナ雪見たいな、見に行こうって言ったからです。そういうことね。じゃあひなちゃんは優しさがあったのね。ひなちゃんは優しくて。じゃあまた2回目行ってもらおうかな、うん、ひなちゃんと行ってきて、行ってこようかな、うん、ね、まあそんな感じでたやちゃんは結構おしゃべりが楽しい感じの子なので今日のラジオ楽しみにしててください。さあということで、はい、今放送している原宿神宮前のバックステージカフェスタジオは隣に併設されているカフェで、美味しいコーヒーを飲みながら観覧できます。マリンとナナコの原宿駅前カフェ、毎月ゲストを招いてカフェで過ごすようなゆったりとした時間をリスナーの皆さんにお届けしますので、コーヒーブレイクをしながらぜひ聞いてください。はい、そして番組ではメッセージをお待ちしています。おツイッターの方はツイートにハッシュタグパーティーズマルシェ、カタカナでパーティーズマルシェをつけてつぶやいてください。おメッセージ何でも待ってます。おたやちゃんが待ってるそうです。私も待ってます。待ってます。はい、皆さんお願いします。メッセージフォームもあります、はい、BSC のサイトのこの番組の番組ページから送ることができます。おこちらもね、メッセージ何でも、ま、待ってます。お願いします。はい、お願いします。さあというわけで、マリンとナナコの原宿駅前カフェ、この後5時午後まで午後5時まで、はい、原宿にあるバックステージカフェスタジオから生放送でお送りします。はい、それでは今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。はい、私が選曲した曲なんですけど、牧野マリンが選びました。はい、この曲はですね、先に言いますと、オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲なんですけど、この曲の一番ね頭に出てくる、はい、愛する君の声がどんな歌よりも聴きたくなったっていうところが、うん、本当にもうなんか素敵って思ってなんか聴き込んじゃったの、惚れ込んじゃった曲なので、なんかぜひねほっこりとした気持ちでこの一曲聴いていただけたらなと思います。うん、それでは聴いてください。オフィシャルヒゲダンディズムでスイートツイート。皆さんほっこりしたでしょうか。しました、しました、しました。いい、ね、お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムでスイートツイートでした。原駅ステージエースの牧野マリンです。たやななこです。マリンとななこの原宿駅前カフェ、原宿にあるバックステージカフェスタジオから生放送でお届け中です。さあということで、ここでちょっとメッセージが届いているので読みたいと思います。なんだ、ラジオネームななこのしっぽさん、誰だ誰だ誰だ、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。マリンちゃん、たやちゃん、2020年明けおめことよろです。明けおめことよろです。たやちゃん、たやちゃん、はい、19歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そして今日は成人の日、二人はすでに社会人なわけで、はい、社会の荒波ね、
荒波にも荒波に揉まれているわけですが、はい、大人って何か教えてくださいというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。荒波です。荒波です。大人って何ですか。私もまだ19歳で成人を迎えてないので、そうだね、分かんないですね。大人って何なんだろうね。でもね、でもあなんかでもね、意外とこんな感じよ。20歳になったから、はい、あ大人になったっていう感じは特にしなくて、なんかでも、うん、なんか周りのなんかね友達とか見てる方がよくわかる。あーなんかそれはあるかもしれない。そう自分よりこうなんかね、あのやっぱ大学生とかだけど、うんうんうん、やっぱね世の中もっと知ってるなってすごい思う。だからそういう経験値でやっぱり大人っていうものが成立するんだと私は思います。確かに大人の方って意外とね知識豊富というか、そうそうそう、いろんなこと知ってるから、だから結局生きていく年数ですかね。おう、そうですか。そうですね。ありがとうございます。もうだからもう大人っていうのはそういうものです。そういうことで、じゃあ頑張って大人になりましょうね。そうだね。まあ、たえちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。19歳の抱負なんか喋っときます。ね、あと1年で成人式なので、はい、それまでに少しでも大人にというか成長できるようにね、なりましょう。はい、なります。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでコーナーに行く前にですね、はい、ラジオパーソナリティに大切な滑舌チェック。言えてなくない今の。滑舌チェック。滑舌チェック。はい。アナウンサーもトレーニングで使う早口言葉を言ってみたいと思います。どちらが綺麗に言えるか対決です。はい。いいですか？はい。これいつも毎回やってるんです、毎月。そうなんですかね。さあ、ということで、はい、お題がですね、はい、フルーツジュース抽出中。おー。こちら3回言っていただきます。そっか。いけますか？抽出中が難しいね。え、自信ある？たやちゃんは頑張る、やってみる、やってみる。じゃあしょうがないからたやちゃんに先譲ってあげる。ごめんね、うまいから先譲ってあげる。頑張るね。じゃあたやちゃんの挑戦からいきましょうか、はい、それでは早口言葉どうぞ。フルーツジュース抽出中、フルーツジュース抽出中、フルーツジュース抽出中。うわー、甘くない？やったやった。甘くない？今の私だったら絶対ブブーってなってる、絶対。そう、うん、やった。でもギリギリね、まあいっかっていう優しいお言葉いただきました。優しくてよかった。さあ、まあでもまだまだ負けていません。まだまだ挑戦もしてないっていうことはね、まだね、あの正解にもたどり着いてないってことだから、自分の早口言葉はね。まあよくわからない感じになったので、はい、お題いっちゃいたいと思います、はい、振ってください。はい、じゃあマリンちゃんの早口言葉まで3、2、1。フルーツジュース抽出中、フルーツジュース抽出中、フルーツジュース抽出中。これはあーね、ね、言ったでしょ。結構厳しいのよ、もうパーソナリティや続けてるとこんな感じよ。そうかそうか、初めて来たから、うん、甘いだけで新入りには優しいっていう。新入りには優しいよ。そうだね。そうそうそう。まあ、ということで、うん、まあ、滑舌が良くなったところで、ここからはパーティーズミュージックということで、はい、毎回原宿駅前パーティーズの楽曲を取り上げ、うん、その曲の制作秘話や、うん、歌詞や、うん、メロディーについて語り尽くしていきます。はい、はい、今回チョイスした曲は、うん、原駅ステージ S の青い赤です。ということで、この曲はですね、以前のラジオで紹介したばっかりなので、はい、ぜひたやちゃんの思う、はい、青い赤のいいところとか、なんかこういうところが特徴ですとか、うんうん、あったらぜひ聞かせていただきたいなと思っています。青い赤ですか、うん、そうですね、あの好きな振りは、うん、あのマリンちゃんと私で、うん、2番のサビ終わりの間奏に入る手前の、うん、どこだっけ、あのグッドだってバッドだって、うん、タイミングは逃さないかな。で、ここであの私がね、マリちゃんの肩をポンって押してさよならするところがあるんですよ。そうなんです。なんか2人のこう並んでる姿があったら、そう、なんか離れるっていう、そうそう、なんかその一瞬で空気をね、うんうん、こう変えるっていう感想の入りだからね。そう、そこは確かになんかいいなって毎回思います。おいいなって思う。歌詞は、まあね、うん、あ、歌詞いいよ、歌詞も聞きたい。歌詞はね、やっぱりね、青い赤、うん、嫌いは好き、うん、
で時に表現を間違えちゃうわけですよ。なるほどね。それがちょっと可愛らしいなって私は思います。なんかラップ調な曲になってて、うんうん、そのラップで ね、なんか何言ってるか分かんない中でも、うん、こうちょっとそう分かった、分かります、分かります、分かります、ちゃんと聴いたら分かってもらえる曲なので、うん、ぜひなんかちょっと耳を澄ませて、うんうん、ちゃんと聴いていただけたらなと思います。うん、さあということで早速聴いていただきたいと思います。はい、原駅ステージエースの青い赤。どうしようこの胸の高鳴りバリバリ恋のコンテンツ今日依存持ってちょうだいミュージックヒラピラミラ QI ダンスどうしよう盛り上がってそれそれ触れ合うも多少の縁今日じよう It's time to party パーティーはまるで人生フォーカルも炎上もシェイナーハート手ぬぐり捨てて興奮の体感温度チューじゃしないで Don't think feel so 違うんだ分だってそれだってそうして上手にできなくて一瞬一瞬つないで経験って揺らいで恋の初ステージ青い赤青春の情熱空回りでも騙し君みたいだけどなりふり構わず踊ってたいLED の星座照射照明のフォーメーション承知ようつむいたら終わりどうせだったら見上げよう用意どんで一斉にスタート切ったってすぐ差がつくかそうもういいよ It's time to party 一直線で固くも将来思い描こう You Your imagination ってやつさ指先まで神経意識して伸ばして大事なのはその先青い赤あの時ごめん不神経な言葉で傷つけたそのことが自分も傷つけてたわだかまり一切捨て去って一緒に笑って泣いて怒って徐々に目指せばイノベル青い赤嫌いは好き時に表現間違っちゃうけどいつだって大切に思ってるよギリギリハラハラテストウェイグッドだってバッドだってタイミングは逃さないしたのは原駅ステージエースの青い赤でした。この曲はですね、はい、あのエース私たちあのグループがたやちゃんと同じグループで原駅ステージエースなんですけど、うんはい、この曲は特になんかエースっぽい曲というか、うん、私たちらしい曲だなってすごい思ってるの ね、なんかタイトルにもさ、うん、もうね書いてあるじゃない青い赤全てがそこに詰まってるわけですよ、はい
いいよね、青い赤、そう、なんか多くは語らない色で例えますみたいな、そう、そこがかっこいいんですよそういうとこだよね、うん、なんかさ、私たちも言葉には出さないけど思ってることはたくさんあるわけで、うん、なんかそれをこの曲を通してなんか届けていけたらなって思うわけじゃん、うん、そうだ ね、 ね、ちょっとかっこいいこと言っちゃってかっこいい、ね、照れちゃってるすごいなって思う ね、 ね、さあということで、はい、ぜひあなたのこの曲についての感想を聞かせてください、はい、メッセージはツイッターでハッシュタグカタカナでパーティーズマルシェをつけてつぶやいてください。以上パーティーズミュージックでした。はい、この曲はですね、うん、あの映画の人魚の眠る家の主題歌なんですけど、そうだったんだね、もうこの映画を見た時に、うん、エンドロールでこの曲が流れてくるんですよ。はいはいはい、もうダメですよこれ、ダメダーダーダー、目からダーね、すごい感動するし、うん、なんかこの映画とこの歌の歌詞がすごいリンクしてて、うん、本当にいいなって余韻にすごく浸れる、なんかすごくわかるかもしれない、映画の後でさ、そうそう、曲流れると余計になんか心に響くよね。そう、あの彩香さんのこの引き込まれる歌声と、うん、もう最高です、最高です、最高ですでもすごい心も落ち着きましたおかげさまで、はい、はい、そうですね、お送りしたのは彩香さんで合言葉でした、うん、はい、ということでハッシュタグパーティーズマルシェでつぶやいてくださってる皆さんありがとうございます、ありがとうございます。滑舌対決、2人ともごまかしの天才なので注目と書いてありましたねいやー、どうでした？そうです ね、 ね、まあでもまだまだ滑舌はね、よくこう話して最後まで番組盛り上げていきたいと思いますので、ね、頑張ろうね、こちらの方皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、この番組の一部が歌パス聞き逃し配信されています。歌パスアプリのトップ画面にある聞き逃し配信のバナーから、放送後にいつでも皆さんの好きなタイミングで聞くことができます、はい、今放送を聞き始めたという方も、もう一度聞きたいという方も、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。原駅ステージ S の牧野マリンです。田谷奈々子です。マリンと奈々子の原宿駅前カフェ、原宿にあるバックステージカフェスタジオから生放送でお届け中です。ここからはマリンと奈々子の今年の漢字、イエーイ。さあ、2020年に突入しました、はい、皆さん、まあ、このラジオでは明けましておめでとうございます、うん、ということで今年もよろしくお願いします、はい、さあ、2020年、東京オリンピック、うん、パラリンピックが開催されるなど、もうワクワクした年になりそうですね。そうですね、本当ですね、はい、さあ、ということで今年の漢字は年末にね、はい、あの発表する印象が強いですけども、うん、2020年の目標や野望を表すそれぞれの今年の漢字を発表したいと思います、うん、はい、ぜひ、ね、あなたの今年の漢字も教えてください。お、メッセージはツイッターでハッシュタグカタカナでパーティーズマルシェをつけてつぶやいてください。メッセージフォームからもお待ちしています。よろしくお願いします、 お願いします。さあ、ということで年末年始、はい、まえちゃんは何かしてました？ずっとゆっくりしてましたね。ずっとゆっくりしてましたか。アニメを見まして、うん、お、ちなみに何見たか聞かせていただけますか？鬼滅の刃。あ、今流行りですね。約束のネバーランドを。お、見ましたか。見ました。ついに見ましたね。ついに見ました。お、よかったです。まだまだアニメおすすめありますぜひ教えてください。ぜひこの後教えたいと思います、はい、さあ、ということで私はね、はい、あの長野に帰って、うん、そう、しかも2回帰ったのね。あ、そうだったね。1回東京に戻ってきて、うんうんうん、あのね、仕事してまた戻って、うん、その時になんと雪が降りまして、お、そう、見れましたか？ちなみに、そう、見れました。しかもオラフ作りました。もう、あ、そんな降ったの？そう、へえ、そんなには降ってなかったんだけど、うん、無理やりこうかき集めて、かき集めた。そう、だからちょっとね、オラフの周りには土が見えるっていう状態だったんですけど、うん、まあちょっと温暖化ですかねって思いました。そういうことね。さあ、ということで、はい、2020年すでに始めてる新しいチャレンジとかあります？私はまだね、そんなに。そうだね、そう、ま、やっとやる気が出てきたこの頃だから。そうだね、そう、なるほどねそう、マリンちゃんは？私は昨日なんと目標が決まりまして、うん、一つ。お、何ですか？お姉ちゃんが決めてくれたんです。お、そう、なかなかないでしょ、お姉ちゃんが決めるって。自分で決めるよね。マリン、あのマリンの目標決めたって言われて、何？え、何って言ったら、周りのことをちゃんと考えるって言われて、なんかちょっと最近自分になってるらしくてなんか昨日ちょっとね、うん、あのお店に並んでたわけです、うん、それで2列に並んでたんだけど、うんうん、あの壁側にねちゃんと寄らなきゃいけなかったんだけど、うん、ちょっとね、あのこう
壁のちょっと離れて立っちゃってたの、はい、で通行の邪魔をね、あ、邪魔しちゃったんだ。そう、お姉ちゃんが後ろにあのいればよかった話なんだけど、隣に来るからそういうところでちゃんと他の人をね、うん、こう気遣えるような人になりなさいってすごい言われて、それはちょっと気をつけようって思った。チャレンジ、そうだ、ね、目標だね。そう、多分周りは周りを見ることは大切です。大切ですね。自分はダメですよ。そうです、ダメですよ、ね、たやちゃん。はい、私も頑張ります。周り見ていいですか、はい、ということで、いいですか、はい、ではそうですね、うん、マリンちゃんから今年の漢字を発表してもらいたいんですが、はい、いいですか。今日はですね、うん、あの紙とペンが今ありますので、実際に生中継で書きたいと思います。中継はしてないんですけども、あの書かせていただきたいと思います。書いてください。私の一文字はですね、はい、何かな、何だと思う、ね、何だと思う、分かんない。マリン、周りを見るんだから、周りの周り、他人、それじゃあ普通じゃん。そっか、ごめんなさい。分かんないよ。おなんだ、なんだ、ちょっと跳ねてしまった。見せて。ちょっと待って、名前あ、しっかりそこまでちゃんとやる感じね。あ、いいね。本当はね、何年何組ってやりたいんだけど。何年何組がいい、何年何組がいいかな。今年の、うん、自分のね、うん、ラッキーナンバー3だと思ってるんです。じゃあ3年、3年何組にする？ A 組でしょ、だってエースって、 A って書いてエースだから。あ、すごい、いいね、3年 A 組、 B 組じゃないんだね。私の今年の漢字は、はい、何ですか。せーの、じゃん、よ。お、どうしてこのあれなんですか。あの、いや、何このシーンっていう感じは、なんかね、真面目に行きましたね。でも、そう、あのラジオじゃない、ラジオじゃないと真面目に行けないから、はい、そうだね、そう、ステージでだとね、ちょっと笑い取んなきゃいけないから、うんうん、そう、あの今年の感じは、うん、あの、よ、なんか世の中をもっとちゃんと知りたいっていうのと、はい、あと世の人たちにもっと知ってもらえるぐらいの人になりたいっていうのと、うん、あと世の中にどんどん発信していきたい。だから一緒だね、まあ、正直2回目と。そうだね、そう。でもね、どんどんなんかね、うん、そうだね、今世間はね、広いじゃない、まあ、広いようで狭いじゃない。なんかその中でこうどんどんね、自分のもなんかできることとか、うんうん、なんか今こうやってるお仕事とかで通して、こういろんな人にね、どんどんなんか思いとか伝えていきたいなって、曲を通してでもプラスこうやっていきたいっていうのと、あとどんどん世界に出ていきたい、素晴らしいっていう気持ちを込めて、今年はなんか占いとか私大好きで、よくやるよね、たやちゃんもね。そう、なんか今年はなんか去年はこう我慢強くこう必死にこうね、努力をし続けてきた年だったの。ほうほう。で、それがやっと今年少しずつだけど、ちゃんとあの出ていけるようになるよっていう感じのことをね、結構いろんな雑誌にとかに書いてあったから、ちょ、それをちゃんと信じて見てますね。そう、信じないことにはね、始まらないから。そうだね、まずは信じてみようっていうことで、うんうんうん、それをちょっと言葉を信じつつ、ちょっと自分でもっとなんかどんどんやっていきたいなって思って、この一言目にしたんだけど、うん、どう思う？すごく素敵だと思う。ありがとう、たや、うん、ちゃんがそう言ってくれたら、それだけで私は幸せです。さ、ということで私の今年の漢字は、はい、世でいきたいと思います。いいですね、世の中の世ですね。世ですか、いいね、いいでしょ、うん、さあ、ということで2020年の牧野マリン、世の中にどんどん発信していきますので、皆さんぜひあの応援よろしくお願いします。いいじゃないですか。いいですか。いいですね。いいですかね。おっ、ということで、私のここで大好きな曲をお送りしたいと思います。この曲はあのね、はい、これもあのさっきもね、なんかドア玉の、うん、あの曲のね、ドア玉がすごい好きだって言ったんだけど、うん、この曲も最初の言葉がすごく好きで、あ、言葉なんかいい、あの三浦大知さんの曲なんですけど、うん、あれからずっと、もしもああしてたらって思ってるのが悔しくてっていう言葉、フレーズがすごいかっこいいっていうか、なんかすごいわかる気がして、なんかさ、後から後悔してる感じ、なんかそれが悔しいっていうのをすごい、なんかその曲を通して全部伝わってきて、あと別れのベルが鳴るっていう、ちょっとね、途中別れのの後にうんが入るんです。この給付がすごいかっこいいの。急が別れのベルが鳴るなので、そこピンポイントで、そこピンポイントで、そこピンポイント
踊れると思わない。大好きなの、この曲。だからぜひそんなところも注目して聴いていただきたいと思います、はい、それでは聴いてください。三浦大知で別れのベル。はい、お送りしたのは三浦大知で別れのベルでした。この曲わかりましたか？別れのベルが鳴るすごいわかりました。ここピンポイントで、あ、そこに運が入るんだっていう、うん、なんかね、ちょっとね、独特な雰囲気がそこで全部が出たのね、うんうん、なんかそこまで聞いて、わ、もうこれはもうこの曲最高って思っちゃってすごい、次聴くときそこにしかね、注目できない。でも本当にいい曲だったでしょ。いい曲でした。ぜひ皆さん、うん、入れてください。さあ、ということでメッセージの方もぜひ、見ていますので皆さんぜひ送ってください、はい、マリンとナナコの今年の漢字、続いてはナナコさんの今年の漢字ですはい、いいですか？今年の漢字ですか？書けますかね？書けますか？今年の漢字、たやちゃんの今年の漢字、今から書きたいと思います。書いてください。書き書きます。別れの、うん、ベルが鳴る書きます書いてください、お願いします。さあ、たやちゃんの今年の漢字は何でしょう、なんだろうな。たやななこ、た、田んぼのた、うん、違う。や、私も3年 A 組。3年 A 組、キュー、なんて、お、書いてるんじゃない、書いてるんじゃない。まだ見てないよ、まだ見てない、まだ見ない、まだ見ない。お、何かな、何かな。え、この感じどういう気持ちで書いてる？え、魂込めて、魂込めて書いてる。よかったさあ、どんな感じかな。去年の感じ何にした？年末、去年の感じ覚えてない。覚えてないことなんてあるんだ。私何書いたっけ、覚えてない覚えてないやん。何書いたっけな。だからもう今年はちゃんと濃い1年にしようね、たやちゃん、ね、うん、はい、書けました。書けました。来ました。じゃあたやちゃんの今年の漢字発表です。はい、出る、出会い、おです。出るね。そう、え、出るっていう なんかどういうあれ、あ、出るっていうか出会いっていうか、あ、そっか。いろんな人に出会って、うん、いろんなことを吸収して、うん、いろんなことを何、吸収したことをトライして、うん、それを出せる、うん、あ、なるほどね。すごいいいじゃん、入れ込んで全部出すって。入れ込んで全部出す、すごい。それそう、いろんな、そう、いろんな人に出会いたい。あ、なるほど。そう、待って、気づいちゃった。はい、何ですか。いい、ちょっと一つ言っていい？うん、ちょっと待って、私私今年の感じ、私今年の感じ、世の中の世なんですよ。はい、たやちゃん出るでしょ。はい、出ます。2つ合わせたらね、出世になるわけだから、たやまりん今年出世っていうことでいいよね。そうだね。なんだろう、2人のともさ、感じの理由が出たかったじゃない。そうそうそう、いろいろ外にね、世の中にっていう部分もか、うん、出す思ってるし、うんうん、ね、すごい、待って、出世だから、たやまりんの目標は出世今年の感じ今年は出世したい。もうこれは完璧収まった ね、これもう。じゃあ出世できるように頑張ろうね。出世できるようにね。なんか去年までこう、うん、エースも含めてこうね、うんうん、ここでもこう ね、 そうだね、それぞれこうレッスンとかもやらせてもらってて、うんうん、こうなんかどんどんレベルアップはできている気がしてるので、うんうん、なんかね、せっかくだから、なんかお互いなんかみんなエースの中でも、うん、こう演技だったりと か、 そ う、ね、なんかそういう新しい挑戦とかもこうどんどんしていきたいなって思ってるし。そうだ ね、 出世できるように、出世できるように頑張ろう、頑張ろう、ね、お、はいはい、おっとここまで行くっていう、え、たやまりんの目標ですか。具体的にちょっと発表したいと思います。どこまで、今年はどこまで行こう。でも、うん、やっぱ目標っていうのは果てしなくあるわけじゃん。そうね。なんか達成しました、うん、でもそこからまた新しい目標が出るわけじゃない、うんうん、だから結構大きく言ってもいいのかもね、目標っていうのは、うん、どうぞ。そうですね、だからね、目標っていうのはたくさんあるわけ言わないぞこれ、言わないぞ。その中でも絶対言わないよこれ。中では、うん、もうなんかでもやっぱりまずはね、人のことを、周りをちゃんと見て、うん、ね、そういうとこも含めて、うん、ね、どんどん上がっていきます、うん、だから今年はなんかごちゃごちゃになってきたけど、うん、結局、うん、まあ
出世に戻りますかね。いや、わかんないわかんない。いや、わかんない、何も戻れてないし。だから私は結局大事なこと言えてないし、だから私はなんか目標っていうか、うん、そうだね、一番は、うん、まあエースとして、うんうん、こうやっぱり、はい、ここまでね、あの4人で頑張ってきて、うん、はい、去年ライブをたくさんやらせてもらったので、うんうん、まあね、それなりにちょっと曲とかね、うん、せっかく作ってるわけですし、はい、またどんどん作っていきたいとも思ってる、挑戦しながらね、うんうん、それをぜひ皆さんの手元に届けたい。あー、いいですね。そしてそしてそして個人として、はい、やっぱりあのエースももちろん大切にしてるし、うん、そっちがね、あの一番優先的には頑張らなきゃいけないものなので、うん、そっちをもちろん頑張るんですけども、うん、プラス昨年は、うん、映画にもね出させてもらったりしたので、やっぱり演技の方を、うん、もっともっと磨いて、こうなんかね、まあ私ドラマとかよりかは映画とかでこうずっと残る作品を、うん、なんか出ていきたいって思ってるから、ちょっとめっちゃ恥ずかしい今正直なこと言ってる。そうだからそっちの方もちゃんと頑張りたいと思ってます。うん、すごい、はい、たやちゃんのこと聞いていいですか。いいですね、恥ずかしいから。私ですか、うん、そうですね、エースはまあマリちゃんとね同じく、うん、そのね届けることも大切だし、うん、届けてまあライブをしたいじゃないですか。そうだね、まあそのためには見てくれる人を増やしたいですよね。なるほど。もっとね結構現実的に言うと、現実的にね、だからそこをね今年は増やせたらいいなって。そうだね、もっとねいろんな方に私たちを知ってもらって、その方がね、そうそうそう、いいって言ってくれて、またそこからね、いろんなところに広まってくれたら私は嬉しいですよ。そうだね、それは一番よ。すごく嬉しい。だからどうやってこう、ね、世の中の人に、うん、こうエースっていうものを知ってもらえるかとか、個人個人どうやったらね、もっといろんなもの発信できるかなっていうのはすごいそれぞれこう年末とかみんなで集まってちょっと考えたりもしてて、うん、まだそこまで、ね、ずっと解決するものではないとは思ってるので、そうそう、ちょっとみんなで4人で協力しながら頑張っていきたいなと思っています。うん、そうだね、はい、まあ、こんな感じで真面目な話。あ、でたやちゃんの個人的なあれも聞いとこうか。一応聞いとこうかね。気になりますもんね皆さんね。そうですね、個人的な目標はやっぱりたやの目指すものとか、そうですね、いいんですかこれ。いいんですよ。いいんですか。もうここはラジオなんで、ね、はい、まあ昨年もね、うん、いろんなねことやらせていただいたので、うん、今回はまあなんだろう、今年がこのぐらいのまあありがたいお仕事だとしたら、このぐらいっていうのは手のひら1個分ぐらいでよろしいでしょうか。もうすごく嬉しい。うん、すごく嬉しいだけど、うん、今年はもっとね大きなねお仕事を、うん、やりたいね、自分でね掴めるように。お、だからね、いろんな方に出会って吸収して出世できるように私もね頑張りたいです。一緒にね、一緒に頑張りましょう。そうだね、4人で一応頑張っていますのでよろしくお願いします。はい、さあということで、たやちゃんの今年の漢字は、はい、出る、出世、出会うでした。おお。まとまりました。まとまりました。はい。はい、それではここで私が大好きな曲をお送りします。はい、この曲はですね、うん、ひろこさんのひろこさんなんですけど、はい、As Time Goes By っていう曲なんですけどね、うん、前奏からこの、うん、来た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 っていう、わかりますか。わかるわかる。前奏でもう、そう、もうやられるよね。はっ、この来たっていう感じがまず好きで、うん、でこの聴いていくうちに、うん、なんか最初はね、あ、なんかちょっと落ち込んでるっていうか、だけど聞き終わると自然に、あ、頑張ろう頑張ろうっていう気になる。はいはいはい。そんな、私ラップのところも好きなんです。うんうんうん。もう好きが詰まってる。すごいわかるわかる。好きが詰まってるので、とりあえず皆さんに聞いてもらいたいです。はい。それでは聞いてください。はい、ヒロさんで As Time Goes By。
時は穏やかに苦しみもやがて溶かすだろう。明日はまた会えるよね。月日の流れになくした誰かに。外でもいい、どうなってもいい、白でも黒でもどっちでもいい、だけど楽しいゲームで飛ばしたい。 Here we go、お送りしたのはヒロでアズタイムゴーズバイでした。やっぱりいいですね。いいですね。いやもう私はラップを聞けたところでもう完璧にタヤちゃんやってましたねもう最高です。口がちゃんと動いてました、はい、もうあこれもう、あもう今から頑張ろうっていう。そうだね、頑張りましょう、はい、せっかくね今年の漢字は発表したわけですし、うん、そうだ ね、 ね。さあということでここで一つメッセージが届いているので、うん、読みたいと思います、はい、ラジオネーム原池キリちゃんエースの方です、はい、ありがとうございます。マリンちゃん、タヤちゃん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。新年明けて一発目がタヤマリンのラジオとは最高すぎますとお言葉いただきました。ありがとうございます。2人はハライキステージエースのメンバーなのでよかったら2020年のエースとしての目標を教えてください。まあね、さっきもちょっとお話ししたんだけどね、まあ、でもそれはそれぞれだったから、うん、まあ、じゃあ二人合わせてまあだから今年の漢字で表しましょうかということで。そうだね、さっきタヤちゃんとちょっと相談しまして一つ決めました。さあ発表してください。せこ、これはね、うんって思うこともあると思います。なんかエースっていうのはなんか去年すごいいろんなね、うん、島袋ひろ子さんっていう先輩で、うんうん、助けていただいてこうね曲作ったりとか、うん、なんかそういうイベントとかにも出させてもらったりとか、ね、なんか外に出てすごい感じたのはなんかエースってなんか個々が、うん、なんかそれぞれがなんかいろんな味を持ってるというか、うんうん、なんか全然違うものじゃん、なんか思ってることとか、うん、なんかそれぞれがなんかね目指してるものとか、うん、目標とかもなんかそれぞれが思ってるものがちゃんとあるから、うんうん、それに向かってちゃんと同じ方向を向いて歩いていける気がするのね。なんか、まあ、一緒のグループが素敵っていうのも分かります。分かります。ただエースっていうのは、うん、個々の個性とか、うん、なんかそれぞれがなんかね持ってるものがちゃんと発揮できてるから それが4つ集まってるからすごいエースっていうものがいいんじゃないかなってすごい感じたわけですね、うん、すごく分かります。なんか、ね、本当にみんな違うもんねそれぞれ。そうなんですよね。性格とか感じる思ってることとか、なんかそれを一番感じたのは、うん、この私たちがそれぞれ作詞作曲した届けっていう曲があるんですけど、うんうん、その時に初めてこうみんなそれぞれなんか思ってる、うん、今の現状で思ってることとかをこう紙に書き出した時に全く違う感情をみんなそれぞれ持ってて、うん、だから一曲にまとめることができなかったんです正直ね。 なんかパンパンでしたね。だから4つの曲ができるってすごい言われて、うん、それぐらいなんかそれぞれがすごい思ってることが違ったからこそ、うんうん、この1つのものを出来上がった時に全部が詰まってるから、うんうん、それをなんかね皆さんにも伝わってるんじゃないかなっていうのをすごい感じたわけ。すごいわかります。わかる。ちょっと結構ごちゃごちゃっちゃごちゃごちゃだけど言葉的には、ね、だからねもうこうって感じなんですけど、まあ、合わさるとエース、まあ、すごいパワーをね発揮できると思うのでね、うん、今年はそのねパワーをいろんなね出世というかはいにつなげていけるように、うん、出していけたらそう頑張っていきたいなと思っています。うん、はい、ということでメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、2020年私たちがこの漢字の通りに目標を達成できるかぜひ見守っていてください、はい、以上マリンとナナコの今年の漢字でした。はい、ウタパスオリジナルラジオステーション You're listening to Backstage Cafe。
原宿にあるバックステージカフェスタジオから生放送でお送りしてきましたマリンとナナコの原宿駅前カフェ、そろそろエンディングの時間です。ということで今日どうでした、初めてのこのスタジオでのラジオは。はい、緊張しましたが、しましたがしましたが、あっという間に終わりましたし、なんだろう、好きな自分のね好きな曲も聴けて、そうだね、そうなんです、いろんなことを知れて、すごく楽しい1時間でした。本当ですか、はい、よかったです、そう言ってもらえて、はい、さあ、ということでまたぜひね、ひなちゃんがいないときは、そうですね、いないときはぜひたやちゃんが乗っ取ってもらってこのラジオ一緒にね、エースの番組にしちゃいたいと思います。頑張りたいと思います。まあそんな冗談はさておき、はい、はい、今週のちょっと告知をしたいと思います、はい、お願いします。原宿駅前ステージという原宿駅前すぐにあるステージでですね、はい、公演を毎月していまして、はい、今月は25と26日に昼夜どちらもあります、はい、こちらの方ね、26日があのふわふわの赤坂瀬奈ちゃんがプロデュースした公演になっているので、私たちもまだ何するかわからない状況で、だから当日の皆さんお楽しみということで、ぜひ25もあの楽しいライブをしたいと思っていますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします、はい、ください。そして、はい、あの今日はいないんですけど、ひなちゃんが今はね、あのプリンセスカーニバルという曲でですね、リリースイベントの方もたくさんしてますので、そちらの方公式サイトにたくさん載ってます、うん、ぜひそちらの方でチェックしてぜひ遊び行ってみてください、はい、お願いします、お願いします。はい、そして今日ご紹介した楽曲は歌パスでプレイリスト化されます。ミュージックマルシェで検索できます、ぜひチェックしてください。そしてこの番組は毎週火曜日22時から再放送されます。1月から再放送の曜日と時間が変わりました。毎週火曜日の22時です。皆さんぜひ BSC の番組表をチェックしてみてください。はい、またアイドルマルシェの番組の一部がアーカイブ配信されています。はい、歌パスのマイ歌プレス歌パスのマイ歌プラスでいつでも好きな時に聴けるので、はい、ぜひチェックしてください。はい、詳細はBSC ラジオのオフィシャルツイッターを確認。最後の最後に滑舌がやばい、ちょっと油断してきたね。はい、はい、詳細は BSC ラジオのオフィシャルツイッターをご確認してください。はい、ご確認お願いします。確認してください。アイドルマルシェ、来週はヤナコとソットミュートが担当です。はい、次回のひなとマリンの原宿駅前カフェは2月10日です。はい、はい、バックステージカフェ、この後18時からはガールズアゴーゴー、引き続きバックステージカフェでお楽しみください。はい、今日オープンしましたマリンとナナコの原宿駅前カフェ、今日はここで閉店のお時間となります。早いね。さあ、ということで最後に私たち原駅ステージエースでロックスターを聞きながらお別れです。はい、ここまでのお相手は原駅ステージエースの牧野マリンです。タヤナナコでした。また来月お会いしましょう。バイバーイ。
Utapass's original radio station. You're listening to Backstage Cafe.